種はソーシャルワーカーっていう精神保健福祉士で働いてるんですけれど、とデイケアっていうと外来通院の方が、リハビリに来てくれているところで働いているので、今日とかは一緒にプログラムに参加したりとか、あとは本当散歩に行ったりとか、あとはその資格のあたりだと、こう最近だと年金申請を一緒にやったりとか、手帳の申請のことをちょっと説明したりとか、そんなことが多いですかね。私はソーシャルワーカーなので、こう病気だけにこだわらずに、ご本人らしい生活なんだろうとか、リカバリーっていう考え方のプログラムをやらせてもらうことが結構多いかなとは思います。やりがいは多分すごいあると思うんですけど、最近よく思うのは、やっぱりこうご病気になられて、こうそれだけでも大変な中、こう病気になったことで働けなくなったりとかすると、こう生活面の大変さが出てきてしまって、と病気の辛さもある中で、こうお金がないとか生活するのが辛いっていう、こう重なっていってしまう中で、少しでもこうサービスとか相談に乗ることで、そのなるべく辛さが減っていくと、こちらとしてもこうやりがいがあるなってすごい思います。小牧野病院って精神科の単科の病院なので、いろんな精神の中でもいろんな分野の方がいるんですけど、その方を幅広く見れるので、自分の知識も増えていきますし、やっぱりこう、あ、すいません、うちでは対応してなくてみたいなお断りするのがしなくていいケースが多いので、そういうところも頑張れるポイントかなとは思います。患者様がこう私に相談したときに、あ、この人に相談してよかったなとか、この人は自分が言いたいことを分かってくれてるなっていうふうに思っていただいて、でなんか困ったことがあったら相談に行こうと思ってもらえるような、ソーシャルワーカーになりたいなと思っています。